はい、はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。会長のお話を、講話をいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、皆さん、ナマステ、こんにちは。私は井上、スパイス工業株式会社の、会長をやっています。オーナーでもあります。井上、どうも申します。今日は貴重な時間をいただきまして、本当にありがとうございます。簡単に私のプロフィールを申し上げますとですね、出身は長野県でございます。それで二十歳の時にスパイスの会社と会社に入りまして、スパイスに見せられまして、それから60年ですね、スパイスの消費、まだまだスパイスの、勉強中でございます。奥が深いですからね。ということで、生涯スパイスの勉強をしようかなと。まあ、あと先ほど言いましたように、24年の時に、結核になりまして、まあ、今のがんですよね、なりまして、療養生活をしました。ですから今でもね、左の肺の3分の1は機能してないんですよ。まあ、それでも剣道やってますからね。まあ、なんてことはないなということで、あと、まあ、35歳で、自分で独立してスパイスの会社を立ち上げました。でちょっと調子に乗りましてね、本業以外に手を出したということはね、儲け話がいっぱい来るんですよね。それに乗っかっちゃって、それで42歳の厄年の時にですね、倒産いたしました。ね、そういうふうに私はですね、事業でも失敗して、もう体も失敗して、失敗のを、もう山ほどですあります。保証人になってね、2000万の保証して相手が潰れてね、全部その保証を払ったとか、もう数え切れないぐらい失敗してます。それで、剣道です。剣道はね、40歳から長門道を始めまして、それで、7段が72段に届きました。30回トータルで起こってるんですよね。ですからね、本当にね、剣道でもダメ男、事業でもダメ、ね、しかし、なんとかここへ来てですね、少しいいかなと思うのはですね、人生早く花を咲かせた人は、ね、早くしぼむんですよ。しかし、遅く花が咲いた人は、最後までね、花が咲き続けるんですよ。ということはね、失敗はね、ありがたいことです。ね、ですから、私は倒産してね、目が覚めて、それで、ありがたいな。それで頑張ってね、立ち直って、何かそう言って、剣道でも落ちても行く、落ちても行く、落ちても行く、途中で仲間はね、3段でね、辞めたお父さん、4段で辞めたお父さん、5段で辞めたお父さん、みんな辞めてきたんですよ。それはね、プライドが邪魔するんですよ。
プライド、伊藤ちゃんちょっとプライドがね、邪魔して、それでね、結局ね、信用ですね、信用、ビジネスでも信用ですよ、しかし剣道でも信用です。で、その信用は生涯にわたって、の信用です、生涯に。で、このこっちの信用はですね、段が目標なんで、段取れなかったら山に行っちゃう、ね、そういうね、一般のお父さんが山を取りますよ。しかしね、一回や二回が起こったってね、なんてことないんですよね。しかしプライドが許さない。で、今、私の一緒に始めたお父さんですけどね、その人は三段起こってやめちゃった。なぜやめた？プライド、恥ずかしい、怒ったのは恥ずかしい、ね、それで、みんなに笑われると。だから、そのお父さんは人生で怒ったことないんですよ。で、中学でトップ、高校でね、もう東大にどんどん入ってる、大学の1位の一番高校の一つ林、一流孫子、30歳で、ね、今日どんどん行くだけでね、人間落っこったことないんですよ。しかし三段三回落っこっちゃうと、ね、もうノイローゼになって、もう俺はダメだってこうなっちゃう。私なんか三時間も落っこちるのは快感だなんて言ってるような、そういうことでね、我々ね、落っこちるとありがたいんですよ。落っこちるとね、倒産してありがたい、そういう、人生を歩んでいます。現在ですね、無添加カレーを作っております。ですから、化学修行、添加物、その色素、そういうのは一切使わないカレー、まあ、そういう尖ったカレーが作るんですね。だからあんまり売れないんですよ。まあ、それにしてもおかげさまでですね、このコロナですね、各家庭でカレーを食べていただくんでね、ちょっとだけ忙しいんですよ。だから、失敗はですね、成功のもとということですよ。それでですね、剣道でですね、落ちますよね、湘南試験で。あれは落ちるってことはね、すごくありがたいことなんですよ。落ちないでね、どんどん行く人はね、これはね、残念、人生勉強にね、残念の塊じゃないかなと思います。まあ、落ちることによりましてね、自分を変革するね、チャンスなんですよ。自分を変える、大人になったらなかなか自分を変えられないね。だから、チャンス、大チャンスね。だから、ダメな自分を変えるチャンスですよ。今までの剣道を振り返って変えるチャンスね。今までの人生の生き方を振り返って変えるチャンス、今までのビジネスを振り返って変えるチャンス、脱皮するためにはこういうなんかアクシデントがないとね、人間は変わることができないんですよ。ですからね、その剣道で商談を落ちるということはね、
本当にありがたい、ね、こちらの先生で、一発で言っちゃう人は悲しいんですよ、悲しいでしょ、それでね、じゃあどういう、あそうね、それを打ち破るのはどうするか。あ、その前にね、私は倒産した時にですね、債権者が来るわけですよ、ね、債権者、その時に私剣道で、今日は剣道の健康日なんで、その債権の話はまた本日お伺いしますから、ね、剣道に行っちゃったんですよ、ね、それで、稽古して汗を流して、ね、もう最後にその先生にかかり稽古をね、もうね、足腰立たないぐらいお願いしますってやって、それでね、涙を流すと、そうすると終わるとですね、もうすっきりした気持ちでですね、次の日からね、頑張るぞっていうね、ファイトが、だからね、倒産した時にはね、剣道で救われましたわけよ。もう剣道でね、今あれですよ、年間3万人自殺してるんですよ。中小企業の倒産がね、9000件あるんですよ、年間9000人の社長が倒産してるんですよ。そのうちの2、300人はね、自殺してるんですよ、じゃなくてね、だから自殺する前に私に来なさいって言うね、うまいね、立ち直りの方法を教えてあげるからという、まあ変な話になります。今のこれですね、押して人間力をつける。でそのためにはね、宮本武蔵さん、武蔵先生の力を借りたらどうかな、ね、宮本武蔵先生は滑殺自在法っていう、そういう言葉があります。皆さん聞いたことがあるかなと思うんですけど、滑殺法っていうのはですね、惰性の脱却なんですよ。惰性、人間はね、朝起きてもうほとんどビジネスも惰性、生活も惰性でしょ。もう昨日と新鮮味がない、ね、そうじゃなくて自分を変えるにはどうしたらいいか、剣道を変えるにはどうしたらいいかということを自分で考える、眼力が滑殺法っていうんですよ。眼力、その目ですね。なんでこんなにこれはダメなんだろう、そのためにはどうしたらいいかということを考える、ね、その次は自在法です。自在法、自在法っていうのはね、じゃあどうしたらいいか、自分の剣道を見直して、どこが欠点、どのようにすればこの道を開くことができるかということは自分で考えるんですよね。ということは答えを、ね、欲しがっちゃいけないんですよ。自分で考える。じゃあね、自分の姿勢、自分のね、構えは自分でどうなんだろう。自分で攻めっていうのは何だろう。攻めっていうのは教わるじゃん、自分で考える。剣の攻めってしないってどうするんだろう。だから、その対攻めって何だろう、ね、そういうことを自分で考えて、自分で答えを探す。で、自分で打ち回る。鏡って何だろう、鏡を、ね、鏡を
ないといけない。じゃあ育ちってなんだ、育ちってのは。育ちっていうのは、実際、私も刀でね、竹切りましたけど、育ち。刀でね、勝負するのにね、ね、ちょんちょんって言ってね、二段打ち、三段打ちでね、相手切れるわけないな。一発で切るにはどうしたらいいか。ね。では腹を据えるにはどうしたらいいか。ということを一つ一つ考えて、自分で答えを出すぐらいね。だから、ビジネスでもそうですよ、ビジネスでもね。自分で、ビジネスね、このヒントはありますよ。私みたいにこんなね、初めはね、自分を変えるには、自分のビジネスを変えるにはどうしたらいいかって言ったときに、吉本興業の木村さんとですね、木村常務の、あるセミナーで、ね、ずっと私を貸したい、私のビジネスを変えたい、教えてくれ、ね、と言って、何かヒントをくれる。ヒントをもらって、それからその先は皆さん自分で考えると言って、そうやってビジネスの、自分のビジネススタイルを、ね、自分で考える。だから先ほど言ったように、メーカーだけじゃなくてカレー作るだけじゃなくてね、工場見学も考えたり、カフェを考えたりね、いろいろして、あ、時間がないんですね。答えを欲しがらないってことですよ。でなおかつ答えは自分で作る。そうすると一回り人間大きくなって人間力がつくんですよ。人間力、まあそういうことでね、先生そろそろやめろ。皆さんもですね、その剣道で起きたのを利用して一回り大きな、その人間です。これがですね、剣道の剣道理念に沿った剣道人の生き方じゃないかなと思うんですよね。剣の技法による人間形成の道であるということが剣道理念にね出ております。そういうことで我々は修行ね終わるんじゃなくて生涯にわたってその伸びしろはあるんですよ。どんどん。だから無限大ですよ、無限大。終わりはないんですよ。始めありて終わりなしっていうことがありますのでね。そういうことで、こちらがですね、先ほどの杉本先生の本ですよ。ね、皆さんどうぞ、この本に。それと、一番のね、答えはね、ここにあります、ここに。ね、ここ。ね、吉山先生のこの本と講習会をダブルでやると、先ほどの自分の答えがね、出てくるんですよ。ということで、時間になりましたんで、もっといろいろお話ししたいなと思ったんですが、皆さんの何か参考になりましたでしょうか。ありがとうございました。私、和歌も書くんですよ。それで、和神の集いっていう和歌作りまして、これもね、三朝温泉になったんですけど、みんなあんま真剣に見ないでくださいよ。恥ずかしいんだから。もうお笑いなんですからね。三朝来て、さえるしないがおおらかに、みんな汗して、千万の笑顔。どうも、失礼しました。
じゃあこれ吉田大丈夫吉田先生に差し上げます。校長室に伺わせてどうも失礼しました。ありがとうございましたですね、みんなが集うワシンの宴さはね、燦然と輝く校長吉田智之先生。